姫シは、ヒシ科の水草。日本、朝鮮半島、台湾、中国などに生育している。日本では、各地で、個体群が消滅し、絶滅危惧種に指定されている。姫シの果実一年草。葉はシ型で、荒い巨子がある。葉の長さは1.5から3.5センチメートル。茎の先端から葉を放射状に創生し、水面を覆う。 傭兵の中央には空気を含んだ浮き袋状の構造を形成する。花期は7から10月、白または淡い紅色の花びらを持ち、直径は6から8ミリメートル。果実は石化で長さ約20ミリメートル4本の棘を持つ。染色体数は 2N イコール48。禁煙種として皮脂、鬼火脂などがある。 ヒメビシと鬼シの果実には4本の棘があるが、シの果実にある棘は2本である。また、鬼シに比べ、ヒメビシの方が全体的に小型になる。ヒメビシの果実にある胚乳には、デンプンが貯蔵されており、食用になる。かつては皮脂としても使用された。ABCD、愛知県遺憾多植物レッドリスト P208、ABC 角の安を、 日本水槽図鑑 P129、小木沼和夫、高野厚子、角野安夫、日本三皮脂化数種の核形態植物分類、地理47ピアニッシ四47から52。ありがとうございます。